はい、本日はですね、小田原駅に来ています。東海道新幹線の小田原駅ですね。今スプリームが入っていきましたけど、いやー、横浜、神奈川にはですね、神奈川県にはですね、新幹線の駅はですね、2つありますね。新横浜とこの小田原。まあ個人的にはこのね、通過が見れる小田原っていうのがですね、新幹線を見るのに一番ね、いいんじゃないかなと個人的には思いますね。向こうトンネルなんかもあるんですけれども、そこをね、駆け抜けてくる姿とか、向こうの方からですね、ちょっと勾配があるのかな、そこを駆け上がってくる姿なんかもかっこよく撮れるんじゃないかなと思いますね。ちょっと見ていきましょう。この小田原駅は小玉と一部の光が止まります。のぞみはね、全通過なんで、多分ね、そろそろ通過がやってくるんじゃないですかね。これ今小玉号新大阪行き719号ですね、ここ止まっているので、多分向こうの方からね、のぞみ号かもしくは光号がねやってくるんだと思いますけど、おお、見えた。確かね、小田原ってどのくらいのスピードで通過するんだろう。240、50、60ぐらいなのかな、ちょっとわからないんですけど、なんかそのあたりじゃないかなと思いますね。もしご存知の方がいらっしゃったら教えていただけると大変勉強になります。おお、ほら、ちょっとね、こう勾配を駆け上がってくる姿、かっこいい。お、こっちか。おお、来た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 、速っ。真面目に速い、見えた。おお、やばいやばい。おお、とんでもないスピードで。おお、追いつかないカメラが。おお、グラグラしちゃった、やべえな。怖いですね、この下りのね、通過ばっかりに気を取られていると、上りの通過もやってくるっていうのは、これもうあるあるですね。あとね、ちょっと何本か見ていきたいと思います。注意書きがあるんですけれども、こんな人います？新幹線のね、線路内に入るのもやばいですからね。あの駅員の方は多分帽子のところに赤の線とか黄色の線とか入ってるんで、偉い方だと思うんですけれども、あの方が立ってるってことはですね、おそらくね、もう一本ね、上り通過が来るはずなんですよね、多分ですけどね。来た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 、もう一瞬一瞬ですからね。はい、や、16両があっという間に通過していった。すごい、16両ってあんな短かったかな。すごい速いな、マジで。お、また来たまた来たまた来た、すんごい、めっちゃ来るな。おー、速い、爆音だ爆音、すんごい。からは北条早雲公のね、銅像なんかも見えますよ。これほら、後ろにちょっと新幹線映ってあってますけれども、次来るのが11時44分の小玉東京駅、あとね5分ぐらいしたら来るんですけれども、そうすると駅のホームにね、たくさんのね人がね集まってきていて、これね、インバウンドの人すごいですよ。外国人の下りホームにはたくさんの外国人の方がいらっしゃいます。ちょっとね、顔は映せないんですけども、こういうね、いっぱいスーツケースなんかをね持って旅行に来てらっしゃるんですね。やはり小玉が入ってきましたわ。ゆっくりと入線。やっぱ白と青のラインって言ったら、やっぱね、もう東海道新幹線、これね、まあやっぱ興奮しますよね。私はどこにも行かないんですけれども、見ていても楽しい、それが新幹線ですね。やっぱりね、新幹線を見るときはこのね、入場券ですよ。もうこれで十分楽しめますからね、最強の切符じゃないですかこれ。さあ、小玉号が出発するんですけれども、小玉号がね行ってしまうとホーム上というのはね、こんな感じでもガラガラになりますね。はい、まあ何名か2、3人いらっしゃいますけど、まあ、その方は別の列車に乗るんでしょう。さあ、ゆっくりと出発していきます。かっこいいね、小玉号もなかなか。新幹線はみんなかっこいいんですけどね。これこの前ですね、那須塩原駅で東北新幹線の、ね、通過とか撮ったんですよね。確かあそこ320キロでね、走行、最高速度ですかね、走行することができるんですけれども、いや、なんか今見た限り小田原でもなんかあんまり遜色ない感じがするんですけどね。まあ
高速で通過してるってことに変わりないんですけど、なんかねそんなに遜色がない感じもするんですけど、どうなんだろう。うわ、見てください、このインバウンドの方々、すごい外国人が本当にすごいですよ。これですね、一部のね光横もね止まるんですね。これただまあ新横浜品川ということで、まあ各駅なんですけれども、こだまはそうか、もうそもそも各駅という表示ですね。で光はね各駅停車じゃないんですけど、まあ実際東京まではね各駅に止まるんですが、ちゃんとね新横浜と品川とそういう表記になっていますね。ちなみにですね、今日はねドクターイエローはね走りません。もうなんかあの7月のドクターイエロー走行情報みたいな、そういうサイトでね確認したんで、万が一っていうことはないんですね。ドクターイエローもね引退しちゃいますからね、それまでには何度か見たいんですけれども、今日はねドクターイエローと会うことはできません。昨日ね小玉号が11時44分だったんで、次のね小玉号12時14分ということで、大体30分ぐらいですかね間隔が空くんですね。これですねちょっと面白いことに、もちろん外国の方もですね新幹線を撮ろうということで、もうカメラをねスタンバってね、この黄色い展示ブロック付近にね立っている方もね、向こうのホーム下りのホームにはね結構何名かいらっしゃいますね。わかりますよ、私も同じ気持ちですからね。油断してた、完全に油断してた。早い、油断してるとねこうなるんですよね。これはちょっと遅いかな、なんとなく。でもかっこいいよな。来た、これほんとぼーっとしてたら一瞬で駆け抜けていくんで、しっかり取らないといけないですね。ほら、あ、いや、やばいな。トンネルに入っていく姿もかっこいいな。ここでシンメトリーにみたいなことならないかな。下りと上りの小玉がこう一緒に、下りはトンネルに入っていってですね、上りはこっちに向かってきてですね、ちょうどこう広がっていくような、そういった光景が見れる、タイミングが良ければ見れるんでしょうね、きっと。すごい、来た、こっち、あっちも来るよ、あっちも来て、ここで、おー、かっこいい、おー、すごいな、すごい。こんな感じですね、すごい迫力だった。うまく撮れたんですかね、外国人の方は。そこにいらっしゃった方はどうなんだろう。撮れてるといいですね。お、なんだこれは。ん？ 12 時でもないしな、そんなことなるのか。今の音楽は何だったんだろう、ちょっとわかんないんですけど。来た、ほらみんな写真撮ってますよ。うわすげえ、みんなって言ってもね、私も撮ってるんですけどね、あいえな、マジで大人気だね、やっぱ新幹線は。やっぱかっこいいっすもんね。上り 3,4 分前に通過していったところなんですけど、また来ましたよ、通過。すごい驚愕的なダイヤで、こんな長大編成の16両編成の新幹線をねバンバン運行させてるっていうのすごいな、本当に思うと。ほらこれでね、ここでうねうねする、これもかっこいいんだな。かっこいいっすよねこれね。いいね、上りの小玉が行ったんですけれども、ほとんどお客さんね乗ってなかった。それはなぜかというと、今からね光がやってくるかなんですね。皆さん光に乗るんですね。ちょうどこの小玉号、あれですね、大阪万博のなんかあのキャラクターが車体に貼り付けられていますね。大阪関西ジャパンエクスポ2025ということで、紅葉のラッピングの車両って何両ぐらい、何編成ぐらいあるんだろう、わかりませんが。はい、ということでですね、今日はちょっと小田原で新幹線のね通過とかを見てみました。もし小田原行ってみたいという方はですね、
このね、実は新幹線だけじゃないんですね、小田原。いろんなね、鉄道がね、いて、JR 東日本とかですね、まあ、この新幹線もそうなんですけれども、あと小田急もですね、あと箱根登山鉄道じゃなくて、伊豆箱根鉄道ですね、そういったね、いろんなね、鉄道を見ることができますんでね、一度ね、ご興味のある方は、訪れてみてはいかがでしょうかということで、今回の動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。